名古屋車両所名古屋車両所は愛知県名古屋市中村区にある東海旅客鉄道関西支社管轄の車両基地である東海道新幹線で使用される新幹線用車両の仕業検査臨時検査を行う省内川左岸に位置し名古屋駅から上下本線に挟まれたまま本線と約2 1トル平行しそこで回送線が 下り本線を乗り越して分岐し、約1 4キロメートル進むと、車両基地である。なお、名古屋車両所への単線の回送線と、並行して、新幹線鉄道事業本部管轄の名古屋保線所基地まで、単線の回送線が設けられている。両車両基地を合わせて、通称、日筆基地、または日筆電車基地と呼ばれる。もともと、この敷地は、 新幹線貨物輸送の日筆貨物駅の用地として確保されていた。所属車両なし。主に早朝、深夜帯における名古屋駅発着車両の夜間留置と日中の名古屋駅発着、小玉の折り返し整備、待機に使われている。東海旅客鉄道、中央労働委員会、2014年6月19日閲覧。 特集単路線ミステリー3鉄道ファンナン、no. バー467新幹線50年史財団法人交通協力会2015年261ページ ISBN 978から4から330567150ありがとうございます